はい、こんにちは、えー。今日はですね、広島対マリノスの試合終わりましたんで、えー、その、えー、っと、解説やっていきたいと思います。えー、まず、まあ、広島2-0。でも、スタッツだけ見てもそうなんですけど、もう完全な勝利ですよね、今日は。これはすごいと思うんですけど、シンプルに。まず、その、えー、っと、まあ、ボール支配率は相手の方が上で、 まあ、それはまあ、ここで回してるっていうのもあるんですけど、あの、大事なのは、結構、ここで回されても、ここのサイドぐらいしかボールがいってないんですよ。うまいこと。で、真ん中のボール来ても、このノッツだとか、もう、塩谷とかは。まあ、はめに行ったら、当然、あの、こうなって、こういう風になって、あの、富士もてるし、もう、そしたら、ここに、こう、こうなるんで、富士山のとこにこうなるし。 シャドウ、あの、全部の選手らが、この選手らに行くと。でも、高岡が持ったときは、どうしても、あの、高岡には行かずに、高岡を開けて、ここの周りをマークしておいて、高岡のロングボールに対して、塩谷のつだとか、まあ、後ろの3列目の選手たちがカットするんで、その、こぼれ球を回収するのが本当に良かったんですよね。だから、相手の、あの、ボールが、 こういった、あの、自分、まあ、僕はよく家、家という表現をするんですけど、ここ。家の外だけでボール回ってるんで、特に家の中にボールが入ってないんで、そんなに怖くはないんですよね。だから、あのあ、外で回されてるだけなんで、それでボール支配率が高い分は別に問題なくて、ただ、この、荒木とか野上とか、このボランチの、 ここら辺で持たれると、これは結構厳しい展開にはなるんで、それがほとんどなくて、ただ、長いボールは当然来るんで、それをカットして、それを拾うっていうのはとできてたんで、それで、あの、結構相手にピンチらしい、あまあ、相手がチャンスらしい、周りの世界チャンスらしいチャンスっていうのはそこまでなかったんじゃないかなと思いますけどね。もう本当にすごかったですね。 大阪とかも、そうなんですよ。林とか大阪とか、どっち出ても多分まあ、多分勝ってただろう試合なんですけど、大阪が出てから勝ち出したっていうところが大阪を持ってるなと思うんですけど、普通は多分どっちが出てもだってピンチらしいピンチがまずなくて、まあそこまで動かしてる、大阪はコーチングで動かしてるっていうのもあるのかもわかんないですけど、どっちが出てもあの試合は湘南ベル回りーーであったり、 今回のマリノス戦であったり、どっちに出てもま勝ってたんじゃないかなと思うんですけど、こうやってチャンスをつかむっていうことはやっぱり持ってる人じゃないとできないんで、まあ次の福岡戦が10日にあるんで、そこでもまた頑張ってほしいなとは思うんですけど、まあ大阪出るんじゃないかなと思うんですけど、ね、まあただもう、すごかったっすね、この、まあすごかったで終わらせちゃううちょっともったいないぐらいの試合だったんですけど、まあ長井もプレースバック早かったし、 もう、三つ田はもう、ここで、多分なんかスキップ監督よくわかんないですけど、浅野の適正ポジションが、シャドウなのかっていうところに多分、着目したんじゃないかなと思うんですよね。疲れとかっていうチェンジの仕方はあるんですけど、疲れだけでこのメンバーをそのまま中3日で使うとはちょっと思えないんで、ちょっと、浅野のポジションが少し適正かどうかってなった時に、三つ田をここに持ってったってことが、 あと柏選手もすごいあの頑張っててボールを失わないサイドってなると、まあ、どう考えるか分かんないですけど柏自体が簡単にボール取られてカウンター食らうっていうことはなくてミツタの方がボールは取られるんですよなんだけど積極的に仕掛けるシャドウがここにとここに2人いるっていうのがでかいんかなと思うんですよね 柏自体が取られる、取られきるっていうのはないんですけど、三田だったらあの結構ここら辺で取られきるっていうのがあって、カウンター食らうっていうのがあったんですけど、うーん、ってなれば、三田をまだ、まだボールに近い位置で積極的にやって、ボール取られる方が上っていうふうに考えたのかもしれないですけど、まあまあ、どっちにせよ、三田のシャドウっていうのは、かなり効いてたんじゃないかなと思うんですけどね。うん、森島もすごかったけども、 コンサドーレ戦は、あのー、点は入れたけど、コンディションがあんまり上がってないなーっていうのは、ちょっとなんか見てたんですけど、昨日の、昨日のっていうか、マリノス戦の試合はもう、すごかったですね、うん。逆動してましたね。ああいうのができると、まあ、助かるっすよね。のつだももう、えー、どうなんですかね、もう、 これから先どっか出ていくことはないでしょう海外以外は。うん、夏田はなんか来ても残りそうな気はするっすけどね。ただもう藤井とかはちょっとなんか、サンフレッチェファンとしてみたら、あの、これから先活躍すると、どっかからのオファーは当然受けるだろうなっていうのは森島もそうなんですけど、っていうのを感じさせるぐらい、あの、あ、もうこの選手らは、 いつまでも広島におるわけじゃないんだろうなというのを感じさせるぐらいの昨日の活躍だったんでまあ寂しいことではあるんですけど彼らがこのまま活躍していくとずっと彼らを見ることはないんだろうなっていうのはまあこれは広島のファンの宿命なんでねしょうがないんですけどまあ特に昨日の試合で言ったら森島藤井っていうのはもう このまま行くと長いこと広島で見ることはできない選手だと思うので、いい意味でね、まあ、それぐらい活躍して、広島から出ていくんじゃないかなとは思うぐらいの活躍をしてるんで、やっぱり浅野とか見てても、川辺とか見てても、ああ、もう広島で成長したから、この選手らは出ていくんだろうなっていうのは、やっぱりね、感じるんですよね。それを感じさせるぐらいの活躍は、昨日の森島、藤井はすごいしてたんで。 まあ、あと、まあ、荒木とか大阪とかは、ちょっと、荒木は、なんか、アカデミーっていうのもあるし、なんかちょっとまだ、結構な、残りそうな気はするんですけど、まだなんかそこの感じさせは僕には感じなかったんですけど、まあ、森島藤っていうのはそういうふうに感じさせることはあったんですよね。だし、まあまあ、ちょっと、まあ、戻ると、ヒートマップっていうのは、このゴールっていう、その、あの、 サイトにあるんですけどそこではあの赤くなるんですけどもうほとんどマリノスはこうあってこっちは広島の陣地だとしてこっちがあのマリノスの陣地だとしてもここの陣地でしかほとんどボール支配できてなくてほとんどここの位置ではあのあのボールポジションっていうのは全然上がってないんでそれはなんかいいと。 ヒートマップで見たら全然わかるような話で。だからほとんどの赤い、あの、赤くなってるの、この辺ぐらいが赤くなってる感じはあるんで。ってなると、いかに広島が相手陣地で押し込んでたっていうのがわかるんで、まあそれはボールポジションとはまた違うところなんですけど、まあ、そういうのは本当に見てて取れますよね。だから、昨日の試合は本当にすごかったですね。まあ次の、うん、だけど、 多分なんですけど、結構大事なのは、周りの人が繋ぐから、プレッシャー行くから、どこで出やるかっていうのがまだ分かりやすいから、後ろの選手がボコって出れるんだと思うんですよ、ね。これが初めからボコボコ蹴ってくるチームだと、あのー、まあ、ゴールキックも蹴ります、ここら辺のオフサイドもボコボコ蹴りますってなると、どうしても、ここのライン設定をどこにするかっていうのは結構難しくなって、ここで繋ぐチームだと、 ここのディフェンスがちょっと上がっとけば、まだ全体を、ここ、まあ、ここペナルティーエリアぐらい、ここから始まるセンターラインがこの辺ぐらいだとしたら、ここぐらいまで上げとけば、ここに11人が広島に入ることになって、相手も20人、20人か。あフィールド抜けたら、20人がここら辺にいることになるんで、誰かしらプレッシャーいけるんですけど、 これがボコボコ蹴ってくるチームってなると、ちょっとラインが下がると思うんですよ。ってなった時に、本当にこの、のつだ、塩谷とかが、拾えるかどうかなんですよ、セカンドボールを。拾えれば、昨日みたいな試合にはなるけど、これが拾えず、そこのボコボコ蹴ってくるチームに対しての、セカンドボールが拾えなくなってくると、相手ボールになるんで。また、周りの背に勝ったからといって、そういった、ちょっと、 パスス繋ぐのが苦手なチームだし、あの、前のファワードに強烈な選手がいた時にボコボコ当ててくるチームになると、また変わってくるとは思うんですけどね。ってなると、その、野津田しおの拾う力っていうのがすごい大事になるし、どうしてもこ、こ、ここの間が広くなればなるほど、あの、どっちかが、ボールされれば、当然、スペースがあるんで、あの、うーん、 チャンスが増えると、ボールを持つその位置に対してのチャンスっていうのは増えるんですけど、これが広くなって相手ボールになり出すと、どうしても自分たちのラインを下げなきゃいけなくなるんで、ってなると、やっぱりあのピンチっていうのは増えてくるんじゃないかなと思うんですよね。だから、つなぐチームだったからこそ、昨日のプレスっていうのはちょっと生きた部分もあるんで、そこがやっぱり全体のチームと戦うときに、 相手がどういった戦術で来るからライン設定をどこにしようかっていうのはすごい大事になるんじゃないかなと思うんですよね。き、まあ、昨日は高岡が持ったらそこまで行かずにみんなでこの辺の配置について高岡にロングボールを蹴らしたところに対してのこのカットがすごく効いてたしそうじゃなくてそのディフェンスが持っても縦パスに対してこう入れてくるボールに対してはやっぱり結構出れてたんで。 まあそこを積極的にいけたっていう、行けたなんとか取れだしたってところがポイントだったと思うんでね、まあ、引き続き、まあ、このチームを見守っていきたいなとは思うんですけど、また、うーん、福岡になるとまた違うと思うんですけど、また試合見てから、このチャンネルであの、また言いたいなとは思うんですけど、多分ん、間違いなくマリノスとは違う攻め方をしてくるんで。 そうなると、ディフェンスのライン設定とフォワードの始めのライン設定っていうのは、ちょっと変わってくるとは思うんで、どこで行くのっていうのはあると思うんで、まあ、繋ぐチームだったからこそ、昨日のあれは良かったんじゃないかなとは思うんで、あ、たまたまの相性だとは思うんですけど、まあ、えっ、ー、と、そこも含めて、あの、次の福岡戦も楽しみに試合見たいなと思います。では、いい準備でやりきましょう。以上です。